アンティオキアのトュケー。城壁館を被っている。城壁館はヘレニズム文化において女神、トュケーが被っていた冠。城壁のような形をしている。トュケーは都市の幸運を体現した女神であり、ローマではフォルトゥーナに相当する。同じくヘレニズム期の女神キュベレーが被っている。ポロスと呼ばれる冠も城壁館の一種である。特にこの大地母神を都市の守護神とした場合に、 城壁館を被っていることが多い。城壁館は古代ローマで軍隊の勲章に使われた。古代ローマの頃のムーロリスは金の冠、または狭間橋壁を真似た形状の金の輪で攻撃対象の都市や要塞の城壁を最初に登って旗を立てた軍人に授けられた。ローマの城壁館は金星で工述する紋章のようにタレットに似せたデコボコがあった。 軍人の勲章としては最高のものとされていたため、申し出があっても厳密な調査を行ってからでないと、授与されなかった。捕獲した船を象徴するロストラを組み合わせたロストラータ型城壁艦は海軍での勲章として使われた。海軍には他に海洋艦もあった。女神ローマはギリシアの効果に城壁艦を被った形で描かれており、 ギリシア都市国家の守護者としてのローマを表している。カタルーニャ州の紋章における城壁間ローマの軍隊の勲章は後にヨーロッパの紋章学に採用され、城の壁をモデルにした冠となった。ヨーロッパの都市の多くが城郭都市から発展してきたことから都市の紋章の装飾として好んで用いられ、最近ではクラウンとは対立するものとして城壁館が扱われている。 特にイタリアの中世及び近代のコムーネでよく使われている。城壁艦を被った女性像イタリア・トゥリタパはイタリアを象徴している。イタリアではコムーネの紋章に城壁艦を付与しており、死なら5つの突部のある金の城壁艦、それ以外なら9つの突部のある銀の城壁艦を用いている。他にも県や軍隊が使っている例もある。 スペイン第二共和制の国章には城壁館が使われていた。ポルトガルの地方自治体の紋章も城壁館を使っているものが多く、近代的用法では3つの突部がある城壁館は村、4つは町、5つは市を表す。同様にルーマニアでも地方自治体の紋章に城壁館を使っていて、1つまたは3つの突部があるものは村などを表し、 五つまたは七つの突部があるものは街などを表す。第一次世界大戦後オーストリア・ハンガリー帝国が解体するとオーストリアの国章は単頭の和紙が城壁間を被ったものになった。それ以前はオーストリアとハンガリー双方のクラウンが相当の和紙を装飾していた。ありがとうございます。